よし、引き続きやっていきたいと思います。よいしょ。前回鉱石たくさん集めてきました。これはね、調べたら樹液みたいです。スティッキーレジンみたいな、これ結構いるらしいですね。で、今回またちょっとずつ IC2 インダストリアルクラフト2についてちょっとやっていきたいと思います。これをやっていけばまた豆腐の方に戻れると思うので、ちょっと工業系も徐々にねやっていきたいと思います。まあ、結構一気にやってもこう僕と同じで工業系をまだ全然知らない方は何のことだってなると思うんですけど、ちょっとずつ一緒に覚えていきましょう。よし、まず鉄を用意して、よし、じゃあまず鉄をこう並べて、このコの字 C みたいな感じに並べて棒を置くことによって、このハンマーができると。これ鍛冶ハンマーらしいです。これを一応作っておきます。それとですね、この鉄インゴットとハンマーをこう一緒に置くことで、アイロンプレート、鉄の板ができるみたいなので、ちょっとこれを3枚ほどですね作りたいと思います。で、これを作ることによってこのハンマーの耐久値が消費されていくということらしいです。で、鉄を置いてプレートを置くと、そしたら次はカッターっていうのができるんだね。カッター、そして、取ってきた樹液を、どうせだったらオーブンで焼きたいよね。よいしょ。オーブンはこれだ。よし、焼けっかな。おお、焼けるね。さあ、これを焼くとラバー、ゴムの玉みたいなのができます。これが必要です。で、次に取ってきた鈴インゴット、これは宝箱に入ってたやつですね。これをハンマーで叩くと、そしたらこのプレートができる。ハンマーで叩くとプレートができるって覚えたらいいね。よいしょ。で、この切ったこのプレートとハサミを一緒にやると、このケーブル、鈴ケーブルっていうのができます。おお、エネルギーフローね。このケーブルとさっき焼いたゴム、これを一緒にクラフトすることによって、ドン、なんて言ったらいいんだろう、ケーブルとゴムを足して鈴ケーブル、被覆されたゴムが周りについたケーブルになるということです。そしてさらにまだまだ続きますよ。ハンマーとまた鈴置いてこれを作ります。もう一度プレートを叩きます。プレートができたらこれをこういう風に並べます。そしてレッドストーンを真ん中に置くと、このレッドストーンもね結構重要になってくるみたいなんで、また集めましょう。で、さっきできたケーブルを上に置いてやるとバッテリーができると、電池ができるんですね。まだまだ続きますよかまどを作ります。これはもうもともとマイクラにあるかまどだね。そしてまた鉄を叩きます。これをね、5枚作ります。よいしょ。これを5枚作ったらかまどを置いて、これをこういう風に囲うように、こういう風な形で作ってやると、ドン、これで鉄かまどっていうのができました。電池を置いて、鉄のプレートを置いて、一番下にかまど、これで火力発電機、ジェネレーターってやつですね。これが火力発電機です。銅、これだよね。銅をまた燃やしますよ。よいしょ。次は銅を燃やします。今この速さで燃やされてるんですけど、ここに置くとこういう風に速くなるんだよね。これが活性時刻豆腐の力ですね。すごいよね。これ置けば置くほどどん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 速くなります。まあこんなもんでいいかね。よし、さあ、そしたらまた叩いていきます。ドンね、これで銅のプレートができました。
この銅のプレートをハサミで切ると、ドン。そしたらさっきのね鈴ケーブルと同じでできます。こういったねただの生身のケーブルみたいなのができます。これをまたゴムでちょっとこう加工してやると、よいしょ。樹液が足らなくなったので今からちょっと樹液を取るためのものを作成したいと思います。ツリータップ、うん、このツリータップっていうのが必要なんだよね。よいしょ。これをこのゴムの木に使ってやると樹液が取れるそうなんだよね。こうやってね、おお、ほう。でね、またこれもね回復するみたいなんで、回復したらねまた取っていこう。よいしょ。うん、取れた取れた。そしたらまた鉄を叩いてプレート作って、上下に、まあ横でもいい、こういう風に置いてもいいんですけど、まあレッドストーンで鉄のプレート挟むと、で鉄のプレート挟んだ上下にさっき作ったこの銅のケーブルを置いてやると。そしたらエレクトリック、なんて読むんだろう、サークイットかな、ちょっとバカなのバレるな。これを作りますね、これを作りますと。そしたら次にアイロンプレート、アイロンプレート、鉄のプレートだね。やばい、鉄なくなるよ、怖いよ。でも大丈夫ですよ、鉄がなくなるなって思うかもしんないけど、後ですごくいいものができるので、ちょっとここは頑張って作っていきましょう。できたアイロンプレートをこういう風に円を描くように置いてやると、ベーシックマシンキャスティングができます。じゃあこのベーシックマシンキャスティングを置いたら、もう違ってもこうやって呼んでいきます。火打ち石を置いて、で丸石を左右に置く、で一番下にさっき作ったこのエレクトリックフンクギットを置いて、出たマクレーターでいいんかな、違ったらまたあれだけど、でもまあこれを作るんですよ、これを作るんです。どん、よいしょ。ちょっと場所がないのでここでやりたいと思います。まずドン、この火力発電のかまどを置きます。でさっき作ったこのマクレーターみたいなの置きます。そしてこの作ってやった銅のケーブル、銅のケーブルでよ、繋いでやるとね。この機械を動かすのにこの火力発電機を使うということですね。でこれに石炭を入れてやれば火力発電でここに溜まっていくんかな。今なんか燃えとるもんね。でこのケーブル自体には耐えられる電圧上限っていうのがあって、それ以上の力が流れてしまうと爆発してロストするらしいですね。これ気をつけた方がいいね。お、溜まってきた。ほうほう、お、これで今ね溜まりました。このシルクタッチで取ってきたダイヤモンド鉱石だったりとか、普通に取ってきたこの鉄鉱石をここに置いてやると、そしたらですねまたこうやってゲージが進んでいきます。お、できた。このクラッシュドアイロンオレ、オレっていうんかな、粉砕機、これ粉砕機なんですよ。一つの鉱石から二つのこの粉砕されたものを作ってくれると。粉砕されたものをここにこうやって置いてやると、今4つ入れました。4つ入れると4つのこの鉄インゴットができるわけですね。どういうことかというと、普通の鉄のブロック、この普通の鉄のブロック1個から2個鉄が取れるようになるっていうもの。要はだいたいこの1個の鉱石をこのまま燃やすと1個しか鉱石が生まれないけど、これを粉砕することによって2個になると、2倍になると、取れる量が2倍になるっていうことですね。さあ、まあ2倍になるっていうのは分かったと思うんですけど、こういった四角い鉱石を入れたら、こういう四角い鉱石を入れたら崩れたやつになるけど、このインゴットを入れてやるとどうなるか。
はい、ゴールドダスト。ゴールドダストっていうのができた。チリみたいなもんかな。次に入れるのは前に取ったミスリル豆腐インゴット、雪山で取った鉱石ですね。これを入れてあげると、そしたらまた同じように粉砕されます。このミスリル豆腐の粉、よいしょ。このミスリル豆腐の粉、これとさっきのゴールドダストを足してやると、そしたらソルの粉っていうのができます。そしてこのソルインゴットとレッドストーン置いてやると、魔法回路っていうのができるんですね。今回はこの魔法回路を作るためにこの上の粉砕機を作りました。でまたミスリル豆腐インゴットをこういう風に上下左右に並べてあげると、ミスリル豆腐の歯車っていうのができます。よし、やっていきます。火打ち石を置いて、その下にミスリル豆腐の歯車を置きます。で下に豆腐マシンの筐体って言っていいんかな、筐体って読むかな、を置いて、真ん中に魔法回路を置いてやることで、TF パルパライザー、リローデッドの機械ですね。これも豆腐フォース、このストレージマシンからの力で動きます。これも鉄鉱石を置いてると、豆腐フォースの力で砕いてくれます。ね、ここに活性地獄豆腐を置けば、同じようにね、ほら、同じものができたでしょ。今回は、IC2 のこの粉砕機で、豆腐フォースで使える粉砕機を作りました。今回はこれを作ってみました。いかがだったでしょうか。わかりやすかったかな。ちょっと俺も勉強しながらっていうか、こう調べながらだったんで、ちょっとグダグダ感はあったかもしれないんですけど、そういったもんですね。でまた豆腐の世界をこうやってね、豊かにしていこうかなと思っております。豆腐ファクトリーリローデッドにはこういった機械があって、こういうのまた徐々にね作っていきたいと思います。そして僕最初にこのインダストリアルクラフトの鍛冶ハンマーを作ったと思うんですけど、実はこの鋼豆腐ブロックも同じように置いて、こうやることによって豆腐鍛冶ハンマーっていうのが作れるんだよね。これも同じ力を持っていますね。すごいよね。どん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 と2つね、同じ力を持っているものがあります。なので言ってしまえば、こっちの豆腐鍛冶ハンマーの材料が少なかったらこっちのハンマーを使えばいいし、こっちのハンマーの材料が少なかったら豆腐鍛冶ハンマーを使えばいいっていうこともできるってことなんだよね。ですね、今ね一気にね、こうどん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 進んでいって元を増やしていっているので、こんがらがる人もいるかもしれないんですけども、徐々にね、一応順番通りにはちょっとずつできてるかなと思うんです。こういう風に木で塩を作って、これを右クリックで取る、にがりを作るっていうのから、次はかまどで作ったりとかね、かまどで作って豆乳を作ったりだとか、かまどからこの活性地獄豆腐を置けば早くこう熱してくれる TF オーブンを作ったりだとか、こうやってね徐々に徐々にこう快適な生活ができるようになっていってます。快適、楽、楽をしよるって言われたらそれまでなんだけど。工業系にするメリットっていうのは、こうやってね、上のねこの火力発電もそうだけど、石炭を使わなくても燃やすことができたりだったりとか、本当に発電、電気の概念を中に取り入れることによってまた疲労があると。面白くない？なんか逆にわけわからなくなったかな。まあ火力発電もあるし、この豆腐ファクトリーは豆腐、豆乳の力を使って、オーブンだったりとか粉砕だったりとかができるということですね。今回粉砕機のご紹介でした。いろいろね、英語の読み方とかも間違ってるとは思うんですけど、まあ、こうやって徐々に勉強していきますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。